はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トロピコ5続きをやっていきたいと思います。ミッション過去への旅ですね。期限内に鍵となるテクノロジーを研究しろということで、まあ、前回ね、レオン・ケーンが、まあ、ちょっとこの世界を浄化するには一度破壊する必要があるみたいなことを言い出して、まあ、その続きですね。マップはカヤド・フォーチュナになります。グランドスタート、それはこの世界の終わりと新しい世界への再生を意味しているのだという。私の友人であり師でもあったレゴンはリセットボタンを押そうとしている。彼は最初からこのように考えていたのだろうか。レオンは世界を救うには全てを破壊して一から作り直すしかないと考えている。人類にとっては受け入れがたい道だ。だが彼は持ち前の狡猾さを生かし、目的達成のために必要な核兵器を取得することに成功してしまった。我々に残された希望は一つ、エイブラハム・ズワイシュタインとタイムトラベルを可能にするという彼の発明品だ。過去への旅。我々はまだ世界を破滅から救うことができます。この時代でそれが不可能なら過去に遡れば良いのです。まずはタイムトラベルのメカニズムを選ぶ必要があります。可能性としては次の3種類があります。1つ目は自動車タイプで、ステンレス製のスタイリッシュなやつです。2つ目はポータブルタイプで、これは開いた穴に入るだけです。そして3つ目はジャンプタイプです。これは高い場所から飛び降りて過去の世界に着地することになるというものですって。そんなんなの？さてどれにいたしましたか。自動車タイプ、自動車工場を建設する。ポータルタイプ、地下鉄の駅を4つ建設する。ジャンプタイプ、アパレルメーカーを建設する。ほんとそんなんでできんの？これはあれかね、自動車タイプはバックトゥザフューチャーのデロリアンみたいな感じかね。まあ俺はそれが一番いいかな。自動車工場を建設しましょう。で、一回ちょっと時を止めて、ああそうか、お金的にはまあかなりプラスはプラスだけど、バホバホにはかなわないな。そう、ここら辺なんか止まってるんだよね。なんで止まってるんだっけ。なんか布告みたいなのして止めちゃったんだよね。これも再開させないといけないのと、自動車工場を作れということと、あと輸入関係ですね。そうだな、とりあえず自動車が作れる体制に持っていきましょう。自動車はこれから自動車工場を作ると。電力が足りない、電力不足を招く恐れがありますと。自動車工場ここら辺でいっか。で、電力か。そもそもさ、電力をさ補ってる、消費電力量結構あるね。残りの電力10しかないわ。ここら辺に一つまた電力立てるか。じゃああんまり最初もね、立てすぎるとお金がなくなっちゃうんで、てかもう6000円しかないから時を進めよう。金が入ってくるまで待とう。よしよしよし、3万円くらいになってきた。トロピコにもようやく近代化の波が押し寄せたみたいね。高品質なサーフボードや整形治療、タワーマンションから順番にまた作っていきましょう。ハイレベルなカクテル、それに何といっても海外旅行、石油の輸出、冒険と夢が私たちを待ってるわ。冒険サイトってあるんだっけ。楽しくて何もかも新しくって、冒険サイトなんかここにあった気がするな。まるで60年代に戻ったみたい。これは鉄か。で、冒険サイト、ここら辺はウラン。あれ、またウラン稼働してないね。これウランは一回稼働が止まっちゃうのかな。前回もね、稼働が止まってたんですけど、これ鉱山でいいや。ちょっとお金がないから、ウランはまあそれなりに輸出してくれればいいでしょう。で、バラックじゃなくて金、残量がちょっと減ってきたね。これは鉄か。で、自動車が作れるかどうか、冒険サイトはある。電力が結局なくなるから作るか。発電所、うわ真っ赤っかだな。真っ赤っかが何を意味するのか。まあいいや、もう近くに作っちゃおう。
とはまたこの石油所みたいなのも作っておきますか。あ、地熱発電所があるじゃん。これってなんかここら辺だといいんだよね。火山の近く置けるかな。ここら辺に置くか。よいしょ。とあれを作りたいのよ、この石油精製所。ここら辺に置いて、あとは道路をつなげましょう。ほい、よし。これでまたちょっと様子を見ていきます。建設物が少し多くなってきたんで、どれから建設してんだ。まずてかここら辺のものが稼働してくれないとな。あれ、これも稼働してないよ。なんで環境グリッド、あ、停電だ。電気が足りないんだ。タスクが来ましたね。この悪徳にまみれた世界の中で唯一の善なる存在、それが銀行よ。銀行こそがこの世界を支えているの。銀行2つか。今1個ありますからね。ま、銀行はそこまで高くなかった気がする。どこにあるんだっけ。上の方に、あ、これか。ここに1個あるから下の方にじゃあ1個作りますか。ここがねちょうど空いてるんで、じゃあここ向き的にはこんな感じか。製材所、製材所まだ生きてるんだ。で、防器サイトはあるでしょ。そうすると鋼だよね。鋼はもう輸入しないとダメか。3570円、いや輸入しておこう。で、自動車を作り出すと、今は7万8000のプラスだから、まあほっとけばとりあえずはなんとかなると思うんだけど、なんとかなると思うんだけど、ここだよ、ここ。マジでどうすればいいんだこれ。なんで止まってんだっけ。なんかやったよね、なんかを止めろみたいな。ちょっと見てっか。アクティブになってるやつだよね、これが。アクティブになってるけど、これは全然関係ないか。ここら辺の禁酒法とかだった気がするんだけどな。いやー、あれだ、わかんないな。これもアクティブになってるけど、地質調査もやったからね。オーガニック思考とか？いやー、アクティブになってないな。どうすればいいんだ？本当にわかんないな。これも何？あ、酒場、そうだよ。だから酒場とか、酒とか止めたもんだって。これ酒工場だよね、多分。そうだよ。ちょっと待って、ちょっと待って、待って。どうやって復刻させるんだこれ。禁酒法とかだって別に普通だったよね。アクティブになってないよ、だってやろうとすると。どういうこと。もう潰す、一回。わかんないから潰そう、これ。大したあれじゃないよね。いや、待って待って待って、いや、取っとくか。金が大量に、すんばらしい。まずはフラックス制御装置を作成する必要があります。こいつで時間の流れを無効にし、タイムトラベルを可能とするのです。我々は研究のための全ての労力をこのタイムマシンの作成に注ぐべきです。生み出せる研究ポイントの量が多いほど、フラックス制御装置を完成させて過去に戻るまでの時期が早まります。そして20年以内に研究を完了できなかった場合、この世界は権威によって破壊されることになるでしょう。研究ポイントを使ってタイムマシンを開発する。ミッションクリア。残り20年。20年の間か。タイムマシン、研究ポイント。そうなると、そうなると、ちょっと待って。あ、オフィスビルこんなとこにあった。じゃあ科学研究所を一つ作るか。電気使うんだっけこれ。まあいいや、作っちゃおう。じゃあここら辺、これが割と高級な工業地帯的なあれになってるからね。向きどうだっけ。こうと、あとじゃあ観測所も作っちゃおう、1個。6000もするの、ちょっと無理だ。あ、大丈夫か。3万円になったかな。じゃあ観測所はなんとなくここら辺に置いとくか。ほい。これで多少は研究ポイントが生み出されるでしょう、できれば。輸入したから一気に金がなくなったけど、また輸出したね。稼働状況か、あと港の。多分ダメなんだろうな。
あ、大丈夫だ。こっちの方は港の稼働状況大丈夫だね。そんなに輸出と輸入が盛んじゃないのか。バオバオがめちゃくちゃやばかったからね。こっちの方とかな、あんまり生産されてないからね。あとはちょっと電力会社ができないとちょっと電力不足に陥るんで、ちょっと止まってるもの破壊して酒場、これでもう一回酒場を建て直した時にどうなるかだな。お金の無駄にはなるかもしれないけど、ちょっと試してみましょう。わからない理由が。酒場めちゃくちゃ赤いな。まあいいや。あとはちょっと、あなたの見事な手腕によりトロッコはグローバル化する世界におけるキープレイヤーとなりつつあります。オフィスビル2つ建設。オフィスビルはどこにあるか分かったかね。こっちの方。これ収益が発生する、いいね。これじゃあ作ろう。うお、高っ、めちゃくちゃ高い。宮殿の近くに作るか。じゃあ例によって向きが分からん。どういう向きだ。まあいいや、こういう向きにしとこう。2つ無料だからね。なんかすげえ得した気がする。レジデンテ、教育はとても重要です。私を見ればお分かりでしょう。私が、ね、あの世界で最も名高いと闇で噂されていないこともない大学を退学に。将軍行け。一気に金を使ってしまった。あとはここら辺の電力会社だな。こういうのもなっつけたいけどね。お金ちょっと10万円欲しいな。どうなってる酒場。あー、稼働してるな一応。ってことはわかんねえからいいや。酒工場も破壊しよう。でもう一回作り出そう。ラム酒工場ね、破壊して、でまた同じところにラム酒工場を作りますか。向き的にはこうで、ここ電力足りてないの。まだギリ大丈夫か。改良しとこう。ここら辺だよね、本当にここら辺。もうしょうがない、もう役に立たないものは即排除。結構金かけたんだけどな、多分。いくらかかったかあんまり覚えてないけど。高潔で信頼のおけるはずの銀行で考えられない事態が発生したわ。銀行がみんなの預金を失ってしまった。マジか、誰が悪い。誰が悪いって言っても、なんか悪者とかいるの。誰かに押し付けるの。誰も悪くない。有名なカリフォルニアの知事はかつて言ったわ。金で解決できないことは山ほどの金を使って解決すればいいって。そういうもんなの。さらに銀行を建てろと。まあいいや、ちょっとここを先に整備しよう。工場式なんか畜産をやったから、なんか農牧場だっけ作ったの。まあいいや。ちょっと待って。あんまり気にせず作ってしまった。まあいいや。ミルクミルクでいくか。ここは完全農業地帯だからね。これがバサッとなんないと無理か。でこう OK。 いや本当に OK かどうかよくわかんないけど、建設会社があとどうなの。建設会社と運送会社、例によって。これなんだっけ、バナナ作ってんの。島にオフィスができたおかげで新しい仕事が増えたそうよ。なんでも一日プレジデンテ、物理の法則を変えるには電力が必要です。マジか、電力1210メガワット。今どうなの。1158万だけど。あとなんか1個電力作れば大丈夫そうじゃない。ここら辺の地熱とかってできたの。あ、できてるね。
ちょっと予算削除じゃあ、くたった。まあいいや、やろう。ここら辺に予算を割けば多分いいと思うんだよね。あと、もうこれもやっちゃおう。どん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 。いいことは金をかけよう。お金が減ってしまったけど、あとこっちにあったよね。これにも金をかけよう。ほいほいほいっと。俺結構ね、今の予算とか見ずに金をつぎ込むからね。よし、電力 OK。 私のことを憎んでいるようだな。だがこの腐り切った世界を崩壊させることがそんなに許せないことか。私はこの時のために君を教育してきた。私と共にこの惑星を偉大なる炎で浄化しようではないか。そして灰の中から新たな世界を作り出すのだ。これってどっちなの？まあ一応下だよね。お前の仲間になどなるものか。私を裏切るというのか。好きにするがいい。お前の島を焼くのは一番最後にしてやる。そしてお前とお前の小さな島トロピコが灰と化した時、グランドスタートの幕が上がるのだ。うん、まあしょうがない、それは。化学要塞所じゃなくて研究所。ここにも予算を割こう。製薬会社。これもやろう。うおー、また金がなくなった。ちょっとバオバオと同じ感覚で金使っていくとすぐなくなるな。もう少しお金の流れを管理していかないとね。うわ、収入じゃなくてマイナスになってんな。自動車工場って全く許せないことが起きました。妨害行為です。きっとケーンの差し金に違いありません。マジか。監視塔6つ。監視塔自体はそんなに高くないからね。とりあえずここら辺をちょっとやっておくか。金を投入しよう。自動車工場にはちょっとフル稼働してもらわないと。で、監視塔を建てるか。じゃあもう一気に6個建てちゃおう。まあ別にそんなに気にしなくていいか。ポンポンポンと建てていきましょう。この端に、じゃあ1個ずつ。これで1、2でしょ。3でしょ。あんまりこっちにもやりすぎるとな。じゃあここの端に1個立てますかと。ほい。今何個立てた？監視塔1。ちっちゃくて分かんない。2、3、4個。あとじゃあこっちの方にも立てておくか。5。まあ軍事施設の近くはいいかな。監視施設があるとね、住民のね、自由度がね少なくなっちゃうんで、そこがねちょっと問題なんですよね。ここに立てておう。1個スペースあるし。よし、これでいいかな。で、あれ、生産してない。宇宙の広大さに比べれば、これは前回も見たね。砂糖とか作り出すか。農園、砂糖。じゃあ砂糖はこちら辺に持ってくるか。どこだ、こういう向きか。なかなか難しいね。これがちょっと曲がってるからね。しかも見づらい。この向きで行こう。この向きで大丈夫だよね。監視塔が一つできました。あ、銀行か。あと、そうそうそう、銀行も2つ作んないといけないんで、銀行だらけだな。あんまりね、町がね、発展してないからね。こちら辺に一応銀行1個あった方が便利だよね。じゃあここに1個置いて。あとは、こっちは観光地だからね。もう一つ、じゃあ、こっちの方に、ここにまず銀行があるから、で、ここにも銀行があるでしょ？
じゃあここら辺に置く。ほい。研究ポイントとりあえず10、まあ、100だからどうだろうね。216ヶ月あんの、20年って言ってたから、で今10だったら全然余裕でしょう。少しお金が貯まるまで待ちますか。あ、これがプレジデンテ、問題が発生しました。島にあるウラン鉱山がタイムマシンのクロノトンフィールドに干渉しているのです。なんとかできないでしょうか。鉱山からウランを排除していただければ1500ユニット輸出する。あ、 OKOKOK。 ウラン、じゃあちょっと、プレジデンテ、来年は選挙の年です。まあ、この機会にプロ自動鉱山化しよう。これすべて近代化、1万円かかったな。お、これいいね、粉砕機みたいなやつ。金もなんか総量したい。うわ、金なくなったんだっけ、もういつの間にかなくなったな。埋蔵量増加、これいいよね。ちょ、埋蔵量増加しとこう。あれ、バラックになってる。あなたの見事な手腕によりトロピコはグローバル化する世界におけるキープレイヤーとなりつつあります。よし、オフィスビルにしよう。とにかくオフィスビルがめっちゃ建ちそうだな。大きサイト、これもちょっと近代化しかないのか。私の父がよく言っていました。オッケー、まあいっか。大きサイトはちょっとあれだね、支持率がやばいね。どうしようかな、何が必要、あれを見よう。医療環境不足がだいぶ深刻になってね、ホームレスもやばいね。ここら辺をちょっとまず整備しよう。じゃあ病院建てましょう。病院建ってる気がするんだけどね。でもまあいいや、下の方に1個建てるか。ここら辺に1個病院建てて、あとここら辺を、じゃあ、あ、タワーマンションを宮殿の周りに建てるか。タワーマンション、この浜でいけるね。タワーマンションいくら、あー電力使うのか。ただなるほど、そういうことね。で宮殿の周りはじゃあなんとなく高級住宅街にする。こうのこうで、なんかデモが起こってんだけど、マジか。あれ、なんかよくわかんないけど勝手に解決した。我々は新たな時代に入ろうとしています。科学研究所新設か、マジか。建てちゃったばっかりだけど、まあ研究ポイントは必要なんで、まあじゃあこっちにも1個建てておくか。とりあえずベチョッと。お金はだいぶ増えてきたね。ウランの輸出もめちゃくちゃ早いな。よしよし、 OK。 じゃあちょっとこっちの、あ、待って、輸出輸入を見るか。鋼は輸入してるでしょ。でボーキサイトはうちにあるやつからなんとかできて、電子機器とか輸出できたら高っ。電子機器いいね。ちょっと電子機器ってどうやって作るんだ。これか、電子機器工場。ボーキサイトと金か、電力すんげえ使うな。金をじゃあ輸入しないとダメだ。一応電子機器は、どっちがどっちだ、これ15,000円。まあいいや、1個ずつやっとこう。で金を輸入しないとダメだ。これ金を2つ割り当てよう。よし、これで電子機器工場をじゃあ1つ作りますか。これはもうこっちの方でいいよね。ここで、さらにここら辺だな。そったな、マンション地帯にしよう。とりあえず
マンションをベチョッと置いとこう。で、多少のあれも必要だから警察署。ああ、ここら辺でも治安はいいね。病院、スーパーマーケットがあった方がいいかな。じゃあ、買い物ができるように。スーパーマーケットを置いて、で、かつ、地下鉄とかもそうだね。なんかやっときたいけど、駐車場を置いておこう。よし。で、銀行って何かあったっけ？まあいいや、海外保険。で、もう少しここら辺に物を建てるか。まあ一番コスパがいいのがやっぱマンションだよね。ここら辺にマンション1個建てる？いや、これ本当どっちが前なんだかよく分かんないんだよね。マンションに至っては未だに分かんない。で、お金もだいぶ増えてきて、ただ支持率が本当下がってんな。何が足りない？娯楽か？博物館とかスタジアムとか建ててみる？ちょっと待って、パラグライダーなんていらない。スタジアム、うわ、たっけー、なんかすんげー高かったんだけど。スタジアムはどういう向き？いいや、もうここは完全娯楽施設だな。サーカスもあるし。で、ちょっと建設があれだね。観光スポットを少し、我々は選挙の結果を強化するか。じゃあ飛行場はどうなってんだっけ。チャーター便とかもやってあるよね。石油のさ、選挙の結果が出ます。ちょっとギリギリだけど、排出量ってどうなってんだ。油田みたいなのやろう。向き的にはここら辺か。ここら辺電力の範囲外です。まあしょうがない。じゃあ電力をまた建てるか。発電所が少し不足してるんだよね。ここら辺一帯を賄えるように、本当はこっちの方とかに建てたいね。じゃあここら辺でいいか。ここに建てれば多分電力はこっちまで来るっしょ。で、あとは建設業者が来れるようにこれをやっておくと。で、あとはなんか適当にここら辺伸ばし、いや待って待って、に港を先にもうここに作っちゃおう。すぐ輸出できるように。これがまた難しいんだよね。ここ港3つくらい作るか。じゃあここで、ここで、さらに道路はつなげないといけないので、どうなってる。とりあえずこんな感じで伸ばせるだけ伸ばしとこう。ほい。で、そこからこっちにつないで、まあ、ちょっと曲がっちゃったけど、もうそれはしょうがない。で、ここもつなげよう、もうこのまんま。で、こっからここも、どうつなげる？こうつなげる？で、さらに伸ばそう、縦に。ほい。で、ここも縦に伸ばして、なんか曲がっちゃったけど、もうそこまでね、もう見てくれに気にしている、あれがない、余裕がない。よし、OK。これで大丈夫でしょう。これも少し発展させていくか。で、大学とかもやっぱ作った方がいいかな、そろそろ。今大学と高校って1個ずつで賄ってるっけ。高校、まあ、ここら辺が空いてるからここに建てて、大学も、まあ、ここら辺建てておきますか。こんな感じかな。何かが、これなんだこれ、監視塔じゃなくてこっち。鉄と石炭、鉄と石炭がないのか。人とお給料は大丈夫だよな。いいや、もう輸入しちゃおう。鉄と石炭だったね。
もう安い安い。あ、船がない。一個ずつでいいか、割り当ては。じゃあ、まあ、輸入されるまでちょっと稼働はしないんで、タイムマシンが100分の27 25% は突破と。で、建設業者とかがやっぱりちょっと動いてないな。また作るか。じゃあここら辺に、建設業者と運送会社、ここら辺にありそうだけど、ありそうだけど、ここで作るか。建設業者と運送業者、はいと。で、ここら辺どういう稼働状況になってるの、もう全て近代化しよう。はい、もう金はかけまくる。ほいほいほい。で、過剰な餌やりワクチン、過剰な餌やりっていいのかよそれ。ワクチン、ほいっと。これなんだっけ、砂糖か。はい、ほい。で、これはバナナで、酒工場はまあ稼働して、これ全部やろう。もう何が何だかよく分かんないけど、ノコギリ、植林、これがマジで機能してないな。どういうこと、道路につながってないってことこれ。そうなの、これなんか道路マークだよね多分。まあ、道路につながってませんよみたいなマークになってるけど、建設がだいぶ止まっちゃってるな。まあいいや。あとはちょっと建てられるものはどんどん建てていこう。オフィスビル、近隣に住む人々の数に応じてだから、でここら辺に建てとく1個。1個建てて、電力不足オフィスビルのマジ電力半端ないからな。マジか、こっちも全部電力不足になるね。まずは人を住まさないとダメか、やっぱり。タワーマンションがそもそもな、電力使うからな。いいや、マンションをちょっとまためちゃくちゃ建てるか。マンションはね、こんな感じで勝手に住んでくれるはずだから。あ、間違えた。ちょっと待って、これ壊したい今のうちだったら。あ、即座に建設しちゃったミスるな。こんな感じでいいや。もういいや、とにかく立てていこう。 OK で、そうするとじゃあ電力をまた作んないといけないのか。発電所、じゃあここら辺。いや、ちょっと土地があれだな、足りてないな。完全に電力不足だね。あそこの発電所はまだできてないのか。そんなに電力使う？ここら辺にあんまり置きたくないっちゃ置きたくないんだよな。じゃあここでいっか。で、まあせっかくなんでオフィスビルは建てよう。オフィスビルを建てる幅がない。これ道路に面してなくても大丈夫だよね。これにべちょべちょ置いて、これまだ無料だもんね。おい、電力不足を招く恐れがあります。ちょっと待って、電気会社マジでなんとかしよう。あれ、これ稼働してない、人がいない。みんなスーパーマーケットに集合して、私が正しいショッピングの仕方について説明するわ。カートを使ったレースのやり方や、退屈した子供の対処法、それにクリスマス商戦の戦い方に関するプレジデント、私は国際研究プログラム。あ、そうだ、そういうのさ発令しとけばさよくない研究ポイント得ることができますと。
あなたの見事な手腕によりトロピコはグローバル化する世界におけ、じゃあここでもちょっとやろう、幸福度とかを上昇させましょう。あとは、社会保障とかね、そういうところだな、やっぱり。これもやって、住宅補助金もやって、農業助成金もやろう。ここら辺結構やることあるね。あとは国際サミットもちょっとやろう。ゴミを分別、予防キャンペーン、これなんだっけ、油脈やろう。あとはこっちがなんか微妙なんだよね。ででも、1万8000円か、ちょっとあれだな。ただ支持率は上がってきたね。ホームレス、失業者、医療不足、ここら辺がちょっとな問題だよな。食料の輸入とかってどうなってんの、これさ機能してるって。電子機器、音声、大卒が必要なのか、給料上げよう。著作権、予算が 50%。 インフルエンザやその他の予防接種が地元のクリニックで受けられるようになったわ。金の消費量が少なくなった。これやろう。注射が苦手な人とかいるじゃない。それに私みたいにオールドファッションなタイプの人とかはここパイレーツバーに来るといいわ。なんでここら辺稼働してないんだ。私の特製カクテルを飲ませてあげる。結局さっきのも殺さなくてもウイルスもびっくりして逃げ出しちゃうから注射の必要はなくなるってわけで、結局医療不足になってんだよ。あとはそうか、こういう制度とかも必要だよね。新聞社1個作っとこう。じゃあここら辺に作ろう。ほい、自由がないんだな、きっとあそこら辺は。で、診療所はもうまばらに置いとこう。ここは入れん。置いて、食料雑貨店ってどんくらいの大きさ？あ、結構それなりだな。これなんか酒場だかレストラン、レストランか。あ、タスクが結構出てるね。どこの国も最新の未来の素材ね。レジデンテ、これも発動してあるよ。国粋主義者たちは警察署3つの民で、いいね、ちょっとこれ3つじゃあ作ろう。警察署が多ければ多いほど、そういえばなんだっけ、選挙の支持率も上がる、なんかそんな布告にしてた気がする。じゃあ警察署、やっぱそうだよな、こっちだよね、作んないとね、まずいよな。まあただあんまりね、警察署もな、まあすぐ出動できる場所に置いておきたいけど、観光スポットだからね、そういう武骨なものもあんまり置きたくないっちゃ置きたくないんだけど、ここら辺がもう何にもないよね正直資源を取り尽くすだけだからな。で、警察署3つ無料だから、まあじゃあ一応ここら辺に1個適当に置いとこう。ほい、ここら辺のあれが全然進んでないな、マジか。発電所ちょっと即立てしよう。で、そうだね、こちら辺に建設業者と運送会社を1個ずつ置こう。建設業者と、運送業者もうこれ完全セットになってるからね。間違えた、ね、えで即立てしよう。スタジアムにいるあの筋肉質な選手が気になってるんでしょ。ダメよ、彼は私のものなんだから。よっしゃ、あとここら辺ちょっと来てくれれば。彼のチームメイトなら狙ってもいいわ。石油精製所、でもイケメンのあの子はダメよ、彼は私の第二候補だから。これも全部やろう。これ電力来てる、あれ供給範囲外。電力今どうなってんの、
あ、行ってるよね。これできれば多分行くはず。で、タイムマシンの研究がどうなんだろうな。ちょっとこれか。100メガワット増えるのか。まあいいや、ハドロン加速器みたいなのやりたい。電子工場近くにあるからね、負荷テストも大丈夫だよね。やって大卒、利益がマイナス144、ボーキサイト消費が280、金の消費が2076。あ、マジか、結構金消費するんだね。まあでもお金はあるといえばある。もう少し研究ポイントを増やす。観測所、観測所をちょこちょこ置くか。とりあえずいろんなところで観測しよう。そんなんでいいのっていうあれだけど。じゃあここ一個観測所を置いて、でこっちの方にも一個観測所なんか置いとこう。観測所小さいからね、土地が傾斜しています。マジか。もうバラックには立ち退きしてもらおう。で、ここら辺は積載量オーバーか。やっぱりな、港を増やさないといけないけど、ここら辺の港がなまだ機能してないんだよね。速立てするかはもうしょうがない。ここに石油のあれがあるね。あれどこに作られてる？人がいないよ人が。予算増やす。バイオ燃料、化石燃料。電力来てない？マジで？マジで電力来てない？いいや、金あるから電力立てよう。発電所、向き的にはこう。違う、変電所を建てればいいんだ。うわ、ギリギリ来てないんだ。じゃあ変電所を建てましょう。まあ変電所はね、別に電気の消費量が増えるわけじゃないんで、ただ範囲を伸ばすだけなんですけれども、これで速立てして伸びたね。来てるはず、これで。来てない。ちょっともう一回変電所建てる。なんかすげえギリギリっぽいな。まあいいや、ここに建てよう。ここってさ、もしかして電力が来ないとかそんなのある？あー、来た来た来たね。よしよしよし、作られた。ただデモが発生してしまった。どこだ？もはやどこでデモが起こったんだか分かんない。タスクがある。テレビ局話した試みが2つも所有するの。テレビ局も電力使うからね。なんかもう世の中電力だらけになってきたな。不満を持ってる人たちどこ？これどこ？なんか作られてる近くだったね。あ、ここか。ほい。アメリカとの金の取引が完了しました。ちょっと待ってね、金は重要だから輸入するか。ほい。やっぱその電子機器作るのにめちゃくちゃ金使うね。あ、これ正し書きでしょ。これは、まあ、研究ポイント増加。基本価格上昇を省エネと。 OK。 でまた新しいのができたので、インターネットあたりからやっていく。金はまた大量にできてきたな。これ何？なんかすげえめっちゃ光ってるように見えたけど全然違ったね。ここは稼働し始めてるね。ちょっと待ってね、港をとにかく増やそう。もうとにかく輸出と輸入の速度を上げたい。あとはここら辺もまた何かを建てないといけないかな。農業地帯としては
何を作ればいいんだ。タバコとかはあんまり良くないね。バナナとか、ま、土地手柄的にバナナが良さそうなんでバナナ地帯にするか。あとはバラックがここら辺にあるのか。じゃあここら辺にも住まわせてあげないといけないね。まあ本当はね、マンションとかこう見てくれ的にあんまり建てたくないんだよね。一般住宅、ここを じゃあここ住宅街にするか。ほい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 と、みんなここら辺に住んでくれ。とにかく家を並べる。ここでいいや。こんだけ家があればここら辺のバラックの人たちもこっちに移り住むでしょう。156で43だからちょっと余裕があるってわけではないね。で発電所も全部やろう。これはでこの廃棄物処理場がマジで、あれでも人はいるね。動いてるっちゃ動いてんのか。予算上げるか。じゃあ、このどうもねこのマークが消えないんだよね。でやっぱりバラックがちょっと目立つね。バラックが目立つってことはやっぱりね人が住める場所がないっていうところだからな。もう一般住宅を建てまくろう。もう完全住宅地帯だって。ここはスーパーマーケットもあるし駐車場もあるし、どれくらい駐車できるのかは知らないけどなぜか時が止まってたな。これなんだっけ、診療所だ。診療所もまだ作られてないのか。いやここら辺もわけわかんねえな。高級住宅じゃなくて俺これ見たいんだよ。これオフィスビル、エリート社員。あー大学か。大学どうなってんだろうな。高級住宅はもう電力が足りてない。雑貨店、予算が20、質が20上がる。よしこれにしよう。金はでもだいぶ増えてきたな。だいぶ増えてきたからもうめちゃくちゃ詰め込みたいんだよね。めちゃくちゃ積み込みたい。ここら辺ってまだあれなんだよね。ちょっとここら辺にも住める。うわーちょっと電気会社の隣には住みたくないから、住みたくないからやっぱりここら辺だな。ここら辺にちょっと農村地帯の住宅地を作りましょう。まあこんな感じでいいか。あ電力会社に近かった。まあいいや。あそうだテレビ局だ、テレビ局。テレビ局なんてさ、テレビ局とか電力使うよね。そりゃ電力使うよ。テレビ局はまあある程度こういうところにあった方がいいかな。空きがないね、空きが。じゃあここでいっか。でまたどうせ電力が足りないとか言い出すんでしょ。で2つ所有数だからね。テレビ局もう一個あっちの方に置いとくか。こっち側もなんか空港の隣でいっか。研究ポイントどうなんだろうな。なんかもう少し増やした方がいいのかな。あここに人がいなくなっちゃった。警察署、あこれやっとこう。あとは新聞社、科学研究所みたいな。よし
タスクが来てますね。世界の主要国として台頭してきた連中と、その中国の大使を招くと。ここら辺どうなってんだっけ、全然やってなかったな。ロシア皮膚コード完璧だな。じゃあこっちだな、こっちを少し発展させよう。まずはここら辺に住まいを提供しよう。マンション地帯だな、こっちの方。これなんだっけ、石油だっけ、なんか石油の近くにマンションがあるのもな、どうかなって思うけど。じゃあマンションを置きましょう。ここはもう横にどんどん置いていく。でほいほいほい、なんか開いちゃったけどいいや、ほいほいっと。であとはなんとなく駐車場も置いておくか。こういうとこに、おお置けるね。ここにも置ける。あとはオフィスビルって、ああまだ無料でいける。よし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 。じゃあここら辺にオフィスビルを置いておきましょう。とりあえずどういう向きだかよくわかんないけど、まあいいや、ここら辺に置いとこう。でなんとなくなんとなく地下鉄の駅を作ろう。ここ、こっちだな。で駅が一つしかないとかさそんなんあるっていう話だから、ここら辺にも一つ作っとくか。もうごっちゃごっちゃしてんな。いいや、ここに置こう、間が空いてるから。もう地下鉄の駅のね、げっ、これあれじゃん、電気使うじゃん。まあいいや、一個作ろう。あ、原子力発電所、ウラン、これ一個作ろう。もうここら辺の電気がやばいからな。原子力発電所とかってどうなの、環境的に。いいや、ここに作っちゃおう。速立て1万8000か、結構するね。タイムマシンの研究ポイント、なんかすっげえ不安だな。大丈夫か、研究所は全部ちょっと観測所か。予算を割こう。鳩どこに置いたっけ、もはやわけが分かんなくなってきた。この観測所はだってもう金は割いてるよね。研究ポイント 25% 増加ってことは4つやればさ 100% 分増加するってことだもんね。まあ、またかよ。テレビ局は新しくできたみたいだけど、そんなに騒ぐようなことかしら。騒いでるよ、誰かが。刺激的な映像が欲しいならどこ、もっといい方法があるわ。あれ、これなんか機能してないな。私の声を聞きながらリラックスして目を閉じて、これもやろう。私がコップに入ったミルクを飲んでいるのを想像して。どこだ、でもプレジデンテ、タイムマシンの試作品が完成しました。お、マジか。あなたの一族でどなたか志願する方はいらっしゃいませんかな。これは 100% 安全な装置ですからご心配いりません。1ヶ月先の未来に、ちょっとした時間旅行をしていただく予定です。副作用としては精神錯乱、吐き気、一時的な視力の喪失おい、頭痛、永久的な視力喪失ちょっとこれはあれだね、着服か、お前行ってこいとにかく何か派遣するときには着服かだで、デモよ、デモ。デモがどこで起こったんだ、わからん、マジで。あ、ここだ。3枚もする。なんとバカなプレジデンテ、どうやら実験中にわずかな計算ミスが発生したようです残念ながらあなたのご一族は永久に失われてしまいました。マジで超かわいそうなんだけど、そんなんで済むかよ。どうやらメートル法の単位を用いるべきところ、ヤードポンよよくわからん一族が時空の狭間に姿を消しました。マジでかわいそすぎる。というところで、じゃあ着服家がいなくなっちゃって、ちょっと待って、本当にいなくなったの、うちの着服家。これ誰だっけ、あれいるじゃん、ロケだっけ、
この人物は現在島にいません。あ、そういうことね。かわいそすぎる。という感じで、とりあえずタイムマシンの研究ポイントが半分溜まってきてるので、もうちょっと研究ポイント稼がないと、危ないかなと、思うんですけれども、まあ、それは次回以降やっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。